そしてチームの努力に加わる大きな力。アナナのスパイクをずんだ止めでやる。その身長なんと2メートル。今大会出場の女子選手の中で最長身。中国出身の張新蕾。好きなものは東方神起。中身は至って普通の女子高生だ。気を使ってます。ちょっとなんかあるとちょっと癖されちゃったりする時あるので、そうならないように無意に常にいいプレーを出せるように声かけたりとか。チームを一つへ。1年前足りなかったものが今このチームにはある。そして迎えた東京都代表決定戦。後ろが飛び込んできた。時間差変えるか。あーっと変えない。共栄学園20回目の全国へ。全国への切符をつかんだその日、あの紙切れは新たな目標へと変わった。自分たちの歩んできた道をしっかりと踏みしめて、さあ行こう。去年春高出場を逃した名門共栄学園、2年分の思いをこのコートにぶつけます。序盤チームを勢いづけたのは2年生の佐川。チャンスボール共栄、ライトから佐川、よく拾った荒垣のレシーブです。もう一本佐川が切れ込んで打ってきました。サウスポー2年生の佐川のスパイクです。2年生の活躍を見てキャプテン羽生が燃えないはずはありません。エースの羽生、いやこれは強烈なスパイク。素晴らしいですね。もう一本羽生だ。ストレート側ワンタッチを取っています。第1セットはこの勢いのまま25対12で共栄が取ります。しかし西原もこのままでは終われません。第1セットは25対12大差で共栄が取っています。まず山内を使った。西原、エースの山内でポイントを取ってきました。全日本ジュニア山内の多彩な攻撃が試合の流れを変えていきます。さあその辻村が開いているが、今度は有浦、羽生が決めた。ここは山内の強烈なスパイク。試合は打って変わってシーソーゲームに。そんな均衡を破ったのは、ここは超を使ったビッグピック。春高史上最長身選手2メートルの超がスパイクを決めて15対13。身長2メートル超の活躍で再び息を吹き返した競泳。羽生、ここはコースを変えて1回に決めた。すごいコースですよ。そしてレシーブ見ます。佐川、2年ぶりの春高勝利。しかし試合後は2セット目の始め、もう緩んでる、もう見るからに緩んでる。まだ荒いですよ。さすが名門、まだ喜んでいる時ではないのです。去年出られなかった分、今年思いっきり戦おうっていうふうに挑みます。思い切りっていうのは今日出せましたね。まだ出してないと思うので、次の試合から出せるように頑張りたいと思います。次はもっと集中してミスしないように一本一本を大事に取ります。